古川ため三郎1月18日から1993年5月19日は、ヘラルドグループの創業者。愛知県中島郡萩原村出身。古ための愛称で親しまれた。名古屋市の宝石店で奉公した後、独立。映画館、太陽館を開業。30歳の時、急性肺炎で死亡宣告を受けたが、 火葬場に運ばれる途中に息を吹き返し、寸でのところで生還したという。1956年には、日本ヘラルド映画を創業し、一代で同社を日本を代表する映画配給会社へと育て上げた。また、映画事業の他にも手広く、事業を行い、約30社からなるヘラルドグループを築き上げた。1988年に、アメリカの雑誌、 フォーチュンがバブル景気当時の日本人資産家を取り上げた記事で世界最高齢の富豪として言及される。1兆円以上の資産を有していたとされる。1991年に自らが所蔵していた美術品を寄付し、古川美術館を設立。初代館長を務めた。100歳を過ぎても日本ヘラルド映画名誉会長として業務に当たり、生涯現役を貫いた。 実業家と呼ばれることを嫌い、和社、商店主じゃ。というのが口癖だった。没後の2007年には、死去するまで住居とした邸宅が、古川美術館文館のため三郎記念館として公開された。事前事業に力を尽くし、1964年に名古屋大学附属図書館建設に際し、2億円を寄付。大学はこの功績から図書館を、 古川図書館と命名した。この建物は新図書館の竣工に伴い1981年に古川総合研究資料館と改称され、2004年には古川記念館と改称された。現在、この建物には名古屋大学博物館が置かれている。1989年の世界デザイン博覧会の日本開催に際し、 ポケットマネーから3億円を拠出し、名古屋市に寄付した。熱心な仏教徒であり、1950年代に名古屋市の額寺の館長の勧めで、世界平和観音会を設立。全世界に観音菩薩の教えを広げようという趣旨で、中国やインドなど、約30カ国に観音像の寄贈を行ってきた。百七十五年には十四体目の、 観音像をフィリピンへ寄贈し漫画を達成した。1970年代後半には額寺デラと、総持寺の新徒総代を務めたほか、観音の総本山として、熱海市姫の沢公園に、金閣寺を建設しようとしたが、こちらは達成されなかった。The Asians, the Japanese グリッ getting richer and spending their money in, a big way, the Chinese t i e リップドモアシークレティブザン。エヴァー。フォーチューン。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットフォーチューンドットコムスラッシュ,ッシュ,ッシュマガジーンズスラッシュフォーチューンスラッシュフォーチューンアーカイブ1988-09-12-7999インデックス HTM2017 年2月18日閲覧。文化財でいただくお抹茶は格別。 名古屋で和を感じるくつろぎ時間。ライブドアニュース。2021年12月9日閲覧。熱海にそっくり金閣寺資産家が22億投入。朝日新聞1978年2月23日。夕刊、3版11面。ありがとうございます。